ボーイの考察チャンネル。はいどうも、ボーイです。では今日も真犯人フラグの動画撮っていきたいと思います。本日は深掘り考察ということで、車中のゴーラと川村の会話は矛盾しているのかというところについてやっていきたいと思います。企画の趣旨なんですけれども、前回の僕の考察大反戦会の動画なんですけれども、非常にたくさんの方に見ていただきてありがとうございました。その丸4のところでですね、けどやっぱり納得がいかない点として、車中でのゴーラと川村の会話が矛盾しているんじゃないかっていうお話をさせていただきました。そんな中ですね、ちょっと一つコメントをいただきまして、ゆういちろさんからですね、ちょっとこのコメントご紹介させていただきたいと思います。矛盾と言いますが、どの言葉をもって林殺しを川村がゴーラと疑ったって話になってます。本当によく聞き返してください。もしかして林さんのこと疑ってますって、ゴーラが聞いてるからなんとなく川村も林の話をしているようにミスリードされてますが、川村は一切林の話なんてしてないはずですよ、ということでいただいたんですね。で、僕もじゃあよくよくここのところを考えてみようじゃないかと、本当に矛盾しているのかしてないのか考えてみようということで、会話をすべて文字起こししまして、心情も含めて考察やっていきたいと思います。その前に前提としてお話ししておきたいところが、川村とゴーラの経緯ですね。簡単にご説明しておきたいと思います。1話で川村がゴーラに真帆のエンバーミングを依頼しています。なので、車中の時点で川村とゴーラというのはもちろん知り合いで、真帆の仕事をお願いしている、つまり真帆を川村が殺しているということも知っている前提だということですね。で、その後菱田が川村に脅されて林殺しの凶器の包丁を凌介の家に設置します。ただその後12話にて凌介のアリバイを立証するのが川村ですね。そしてこの会話はこの後に行われています。13話で車内でゴーラと川村が会話をしています。さらにその後15話でゴーラがディープフェイク映像を作成しています。つまり何が言いたいかというと、この13話の会話の時点ではゴーラは林殺しが川村だとは知っていないという前提になります。それを踏まえた上で内容早速入っていきましょう。普通にあのシーンを見たらどうなるかっていう感じで、問題のシーンを振り返っていきたいと思います。すべて僕の方で文字起こしもさせていただきました。読み上げさせていただきます。別れさせ屋なんていつの時代ですか。あら、どうしたんです、急に。金のためなら何でもしますね。幸せになるためのお手伝いですよ。殺しで人は幸せになりますか。だから死刑制度があるんじゃないですか。まあ、ここはちょっと難しいところなんですけど、僕はその人がいなくなることで幸せになる人もいるんじゃないかっていうような解釈です。ここの解釈については特にあまり深く考えなくても読み解けるかなと思ってます。昔は地上げとかで請け負う人がいたみたいですね。それこそいつの時代ですか。今でも金額によっては応相談って感じですか。やりませんよ、僕はね。林さんのことで何か疑ってます。相良凌介に何かあったらいくらあなたでも徹底的にやりますよ、ということでゴーラが笑みを浮かべて終わります。じゃあこれをミスリードって書いてあるんですけど、今まで僕らはどうやって見てたかっていうところ、真犯人川村を知らない状態だとどういう風に見えるかっていうところで見ていきます。別れさせ屋なんていつの時代ですか。あら、どうしたんです、急に。金のためなら何でも林殺しでもしますね。殺しは誰かの幸せになるためのお手伝いですよ。殺しで本当に人は幸せになりますか。だから死刑制度があるんじゃないですか。昔は地上げとかで請け負う人がいたみたいですね。それこそいつの時代ですか。今でも金額によっては応相談って感じですか。金額によっては林だって殺すんじゃないですか、というふうに読み解けます。やりませんよ、僕はね。林さんのことで何か疑ってます。相良凌介に何かあったらいくらあなたでも徹底的にやりますよ。まあ、これは凌介を殺したら、凌介に手を出したら徹底的にやりますよということで言ってます。で、ゴーラは笑みをかけているわけですけれども、さあどうかなということで、特に答えてないので、ここに関しては何か不気味のあるような形で終わっています。僕らは実はこれを見ていて、真犯人は川村というふうに分かりましたけれども、やっぱりですね、ここは林殺しの件を疑ってるように見えるわけですよね。金額によっては大相談って感じですか、とかね。で、その後林のことで何か疑ってます。
ただここで着目しておきたいのは、先ほど雄一郎さんのコメントでもあったんですけど、林さんのことで何か疑ってますということで、殺しという話はずっと出てきてるんだけれども、林の件っていうところで初めて出してきたのは実は強羅なんですよね。でしかもその後川村は相良凌介の話をしてるということ、つまりこれはもしかしたら川村は最初から凌介の話をしてたんじゃないかっていうふうに読み替えることができます。これが実は僕の今回の新解釈なんですけれども、その助けになったコメントというのがですね、高龍さん、非常にいつもコメントくださる方です、ありがとうございます。高龍さんのコメント少し引用させていただきます。強羅と川村の関係に関する矛盾点というか違和感は確かに多々ありますね。それはフールで犯された2人の関係性が原因でしょう。ドラマの事件が始まった時に川村は真帆を殺害して早々に強羅へ遺体処理を依頼するといった行動がありました。この行動が川村は強羅を信頼し強羅側の人間になっていたという事実です。そうですよね。その事実を踏まえつつ、数々の強羅に対する川村の言動を振り返ると確かに違和感が残りますね。車中で強羅が私のことを疑ってますと川村に言っていましたが、あれは川村が林を殺害したことを知っていたら出ない発言ですよね。そうなんですよ。だからあのタイミングでは多分知らなかったということなんじゃないですかね。川村はあの時点で強羅に林を殺害したことは黙っていたのでしょうか。おそらくそうだと思います。でもその後殺害現場のフェイク映像を作ることは依頼してますよね。 SD カードを渡して、でなのでおっしゃる通りなんですよ。なのであの時点では林殺しは川村ということは強羅は本当に知らなくて、その後にフェイク映像を作ることを依頼されたという時系列なら一応つじつま合うんですよね。こうした事実を照らし合わせてみると、この辺までは川村が真犯人を前提に演技していなかったのかもという想像もできますね。あくまで想像ですということなんですけれども、確かにここは真犯人であることは隠してはいますよね。真帆は確かに殺したっていうのはもう強羅も知ってるんですけれども、真犯人である前提ではない、と。真犯人であることはあくまでも隠してたっていう感じはします。ただその後フェイク映像の動画を依頼する時点で強羅は、川村が一番やっとるやないかいというふうにはなってるはずですけれども、この時点ではまだそこまでは隠してるというところでしょうか。非常に参考になるご意見ありがとうございます。まあ、それらを踏まえまして僕の新解釈ですね、一緒に見ていきたいと思います。別れさせ屋なんていつの時代ですか。あら、どうしたんです。急に。金のためなら何でもしますね。エンバーミングだとか自殺幇助だとか人殺し、別れさせ屋、何でもやります。幸せになるためのお手伝いですよ。殺しで人は幸せになりますか。これはですね、僕の解釈だと真帆を殺したことで誰一人として幸せになってないじゃないかということを言いたいんだと思います。だから死刑制度があるんじゃないですか。昔は地上げとかで請け負う人がいたみたいですね。それこそいつの時代ですか。今でも金額によっては大相談って感じですか。金額によっては凌介だって殺すんじゃないですかっていうふうに多分川村は知りたかったんだと思います。やりませんよ僕はね。林さんのことで何か疑ってます。ここは強羅の勘違い。林が川村に殺されたってことは知らないので、勘違いで林殺しは僕じゃないですよということでちょっと勘違いをしてるわけですね。相良凌介に何かあったらいくらあなたでも徹底的にやりますよということで、ここの意味は本当に怖いですね。相良凌介に手を出すなっていう意味はもう皆さんご認識の通りなんですけど、それは昔から皆さん思ってたと思うんですけど、凌介を絶望に突き落とすのは俺だから、川村だから、お前は凌介に手を出すなよということを言ってるわけですね。凌介は殺されてしまったらもうそれは川村のストーリーは完結しなくなっちゃうわけじゃないですか。まあ川村が凌介に自殺されたら困るというふうに言ってましたけれども、それと同時に誰かに手出されても困るわけですよ。なのでそこは手出すなよと言ってるわけです。で強羅は笑みを浮かべますが、真帆を殺した張本人がどの面下げて言ってんだよというふうに思ってるわけですね。相良凌介に手出すなって、お前凌介を一番苦しめてるのはお前じゃないかよということが言いたいわけです。ということでまとめていくと、社内での強羅と川村の会話には矛盾点がないということが分かりました。林殺しは強羅じゃないですかという疑いではなかったですね。凌介を殺すなよという目的でした。つまり強羅が勝手に自分を疑っているのかと聞いただけで、実際の川村の目的はそこにありません。凌介は殺すなと強羅に牽制する目的だったということです。そしてこの時点ではディープフェイク映像を依頼する前なので、林殺しについて詳細は強羅は知らないということでも矛盾はないということになります。以上、社内での強羅と川村の会話に矛盾はないという動画になりました。ボーイの考察チャンネル。
今日ちょっと短かったかもしれないですけれども、僕も非常にすっきりしましたね。今まで矛盾してんじゃないかなと思ってたところが一つ解消されて、とてもすっきりした気持ちです。脚本家の高野さんにはですね、ちょっと僕の勘違いで矛盾じゃないかなっていうふうに言ってしまってですね、まあおそらく本人の耳には届いてないと思いますけれども、大変失礼いたしました。そしてコメントをいただいたゆいちろさん、高龍さん、ありがとうございました。非常に助けになりました。今日の動画は以上になります。ボーイでした。バイバイ。